複雑な彼は、三島幸男の長編小説。国際線のスチュワードに恋するお嬢さんと複雑な彼の返歴をめぐる物語。三島の純文学作品とは、趣きの異なる、娯楽的作風の恋愛小説である。27歳の主人公、宮城ジョージのモデルは、暴力団員時代に前科がある、日本航空の元男性客室乗務員で、その後作家となった、 安倍浄二である。安倍浄二というペンネームは、この主人公の名前に由来する。1966年、週刊誌、女性セブン1月1日号から7月20日号に、連載され、同年8月30日に集営者より、単行本刊行された。書籍出版に先立つ同年6月22日には、タミヤ二郎主演で、映画も封切られた。三島幸夫は、 複雑な彼の執筆のきっかけと動機について以下のように語っている。複雑な彼は、ある友人から聞いた話を元にして書いたもので、私に多少が言うの経験があるものだから、自分の地っている土地を、この奔放な主人公に自由自在に飛び回らせてみたかつた。それほど行動力のない私の代理で、主人公に飛び巡るつてもらったようなものだ。三島由紀夫。 大英映画、複雑な彼、原作者登場。この、ある友人というのが、安倍常二のことで、安倍は、後年に、複雑な彼は、私の27歳までの半世紀で、背中に、彫り物が、等の細部を除けば、何とも私が生きてきた事実そのままですとし、三島との出会いについては、思えば、三島幸夫先生と私は、長いご縁でした。あれは、昭和28年頃のこと、 私が初めて用心棒を組から命じられたゲイバーで私は先生とお近づきになったのですと語っている。なお、三島は複雑な彼という意味についてある意味で実に単純に男性的な人間を女性の側から見た表現と言えるです我々は自分と反対の性をともすると神秘的に見すぎるのですと説明しながらこの主人公についてと タミヤ二郎が映画でその役をやることになった経緯について以下のように述べている。彼の行動は男性の夢ですが、普通の男はとても彼のようにかつて気ままには振る舞えません。誰しも我が身がかはいいのでいい加減のところで妥協して身をかばひます。しかし彼は違います。彼はいつか自分の自由のためにつまずかなければならない。 こういう風に男が男であるためにつまずくという例は現代ではますます少なくなってゆく。男性の女性化とは男性の自己保全であり、なるたけ安全に生きよう、失敗しないで生きようとすることを意味します。この小説の構成ずりを読んで私の学校の後輩であるタミヤ郎ロ君がこの役をやれるのは日本中で俺一人だと公言したことから、 大英で映画化されることになりました。その生きたる野草であって、俳優はそれくらいの気概がなくてはなりません。三島由紀を複雑な彼のこと父の仕事の秘書としてアメリカへ同行するようになった森田彩子はサンフランシスコ行きの乗る木に乗っていた。機内には酒のサービスを優雅にこなす、惚れ惚れするような精悍な背中のスチュワードがいた。彼は英国流の英語と、 フランス語も流暢にこなし、気持ちのいい笑顔の男性だった。彼は、朝黒い銅顔で花が心持ち曲がっているのが、残念だったが、サイコに強い印象を残して、ホノルルで降りていった。サンフランシスコに着いたサイコは、元、スチュワーデスの友人、ルリコにさりげなく、そのスチュワードのことを話題にしてみた。ルリコはすぐに誰かわかり、彼が昔、井戸彫りの仕事をしていて、 あだ名が、井戸堀くんということを話した。あいつ、いい加減な男よというルリ子だった。ニューヨークでサエコの護衛についてハワイ出身の2世の社員からも、ロンドンでバーテン修行をしていたという彼の噂をサエコは耳にした。彼は、宮城という名前だった。サエコは、帰りの飛行機も、オーロと同じにしたが、宮城は登場してこなかった。しかし、 しょんぼりしている最古に話しかけてきた年配のパウサーから彼の噂を聞き出すことができた。宮城は銀行員の息子で横浜生まれだが19歳の頃に名古屋で沖縄菓子の小頭をしていたらしく、少年の頃には新聞社で英国特派員をしている最コの叔父、スカに世話になったことがあるという話も知った。日本に帰った最古は叔父、スカのいる新聞社を訪ねた。 スカは昔、宮城の父親から、ロンドンの学校を追い出された息子の身柄を、預かってくれと頼まれ、16歳のジョージを新聞社のカメラマン女子として使っていたのだった。図ー体の大きいジョージは、当時イギリス王室の戴冠式のため放映した皇太子、秋人新郎の写真を、外人たちの書きからうまく撮影し、重宝がられた。ある時、 ジョージはカメラマンに命じられ中堅のように産業スパイの仕事をやらされたが、そのことが大やけになった時、すべての罪を自分だけになすりつけられた。裏切られ、傷ついた、彼はイギリスから失踪してしまったのだという。新聞社でノルの社員名簿を調べ、宮城ジョージと連絡が取れたスカは、彼を早速食事に誘い、サエコも同伴した。 宮城は機内にいた、サエコのことよく覚えていた。食事中、サエコは、宮城に、意地悪な質問したりした。食事の後のナイトクラブでジョージは、そんなサエコに自分が保釈中の身であることをこっそり、打ち明けて驚かしてやった。二人が踊っていたその時、突然、アンという女がサエコに嫉妬して、平手打ちをした。サエコは、スカとすぐに立ち去った。アンは、ジョージが十五歳で、 ロンドンにやってきた時の身元引受け人、ホーダー女子の娘だった。一騒動を起こし学校の寄宿舎を追い出されたジョージは、再びホーダー母子に世話になり、その時にアンとジョージは結ばれたのだった。アンは18歳、ジョージは16歳の時だった。その後、右与曲折の末、アンとは喧嘩別れしていた。ジョージは最エに会って、早く謝り、誤解を解きたいと思っているうち、 自分がサイコに惚れていることに気づいた。ジョージは昔の恋人だったルリコにもそのことを打ち明けた。まだジョージに気があったルリコはサイコに秘密をばらされたくなかったらと脅し、以前のようにジョージに抱かれた。ある日、サイコはエジプト大使館のパーティーで知り合ったマダムザルザールを自宅に招いた。14歳でインドからエジプトへお嫁に行き、16歳で未亡人となった。 マダムザルザールの17歳の時の恋の思い出話の中に結婚寸前まで行って別れた同い年の日本人、宮城ジョージが出てきた。最後は自分が17歳の彼女になって17歳のジョージに会いたいという不可能な夢を思い描いた。一方、ジョージのアパートには時折不思議な男がやってきていた。戦争中に満州で実力者だった人物の腹心らしかった。 ジョージを見込んで秘密の仕事の勧誘に来ていたのだった。サイコとジョージは初デートでキスをし、たちまち恋仲となった。しかしサイコは父の仕事に同行して、リオデジャネイロに1ヶ月滞在しなければならなくなった。そのことを告げると、ひどいや、ひどいや、1ヶ月も会えないなんてとダダをこねるジョージだった。出発の日、サイコがブラジルへ、サンフランシスコ経由で行く飛行機に、 ジョージは乗務予定を変わってもらってまで乗り込んでいた。びっくりしたサエコ。二人は、機上での短い要請を惜しんだ。コッパカバーナホテルに、サエコが一人でいるとき、フロントから電話があった。ジョージが強引に休暇を取ってリオまでやってきたのだった。サエコの護衛のブラジル人を手名付け、二人はリオでの秘密のデートを楽しんだ。ジョージは昔、ボクシングもやっていて、 泳ぎも得意らしいのだが、サエコが海で泳ごうと誘っても乗ってこなかった。ジョージは、サエコの体を求めてきたが、結婚するまでけじめを守りたいサエコは、結婚するまでは、あなたのお部屋へはいけないわ、とジョージにすがりつき、明日、父に正式にプロポーズしてほしいと言った。あくる日、サエコ父子は、ジョージの来訪をずっと待っていたが、ついに彼は来なかった。サエコは泣き崩れた。 ジョージはその日のうちにリオを立っていた。日本に帰ったジョージのアパートにまた不思議な男が現れた。そして黒幕の誰かを匂わすような口ぶりであの方は君に惚れ込んでおられるといい、その人物が近頃の東南アジアの情勢に深く心を痛め、今一人の日本人が身を挺してこれを救わなければアジアは永久に救われないと考えていることと伝え、 ぜひ君が必要だとジョージを説得した。保釈中のジョージがノルに就職できたのも、あの方の裏の力だった。サエコと別れ、もう命など、惜しくないジョージは、勧誘に承諾した。そこへ、やつれたサエコがやってきて、とうとう、あなたのお部屋へ来たわ、とジョージに決心を見せた。不思議な男がジョージに、秘密を、お見せしてはどうだ、と流すと、苦しげに後ろを向いたジョージは、 ワイシャツを脱ぎ捨てた。サイコが惹かれた、その広い背中にあったのは、見事な入れ墨だった。男がジョージの入れ墨を示して、それでもついていく気があるかと言うと、サイコは、行きますときっぱり答えたが、男は次々と後悔する理由を並べ立て、明日までよく考えなさい、ジョージはずっといますから、とサイコを優しく追い返した。男は、うなだれているジョージに、 荷物をまとめて早く、あの方のところへ行くように促し、ジョージもこっくりとうなずいた。すると、男は、ジョージの肩を励ますように叩き、よし、これで君は、女たちの世界を卒業した。今日から君の前には、冒険と戦いの日々が始まるんだと言った。複雑な彼はエンターテイメント的な小説で、文学的な論丘は見られないが、主人公、ジョージの日本人としての誇りや、 自信の高さとラストでさえこと結ばれる道ではなく、アジアを救いふために冒険と戦いの日々を選ぶという点に、作者、三島幸夫の行動との関連性があることを杉本和弘が指摘している。岸山修造は、複雑な彼の展開の巧妙さを、他の三島作品同様に、いかにも卒がなく名手という漢字を受けると評し、この作者には、 現代の特殊な青春の若者の怒りの感覚もあるし、大胆で行動的な面もあるようであると述べている小坂部、元秀は娯楽小説だが、素晴らしく魅力的な制服の下の肥族な入れ墨という手品の種の最終場面における種明かしに、いかにも三島的な基地が伺えると評している。ありがとうございます。